鉄道車両の台車。鉄道車両の台車とは、鉄道車両において、車体に直結されていない、自由度のある走り装置のことである。車両の走行のための装置の総称は、走り装置、または走行装置であり、台車とは、車体に直結されていない、自由度のある走り装置のことである。蒸気機関車の動輪やワム8万のような二軸貨車の、走り装置は、台車とは呼ばない。 これらの走り装置は固定軸受けもしくは固定車軸と呼ばれる。国鉄においては、ボギー台車、一軸台車、機関車の主台車、先台車、受台車には台車形式を付与しているが、固定軸受けには台車形式は付与していない。また、熊本市交通局9700系電車のような、超低小電車、いわゆるライトレールには、一車体四輪としつつ、 車軸を持たない独立車輪をそれぞれ旋回可能な4つの台車で保持しているものもある。現在最も多く用いられている2軸ボギー台車は、渦のように1車両あたり4軸を2軸ずつの小さな単位に分割し、車体に対して回転できる一部に3軸ボギー台車や4軸ボギー台車、あるいはそれらを複数組み合わせてひとまとまりとして使用するケースもある。 鉄道車両の車輪は車軸に固定されており、輪軸という、初期の蒸気機関車、客車、貨車は四輪、すなわち二軸であった。車体の長台が、重量の増大に連れより多くの車輪、車軸が必要となるが、二軸以上を車体に固定すると、曲線の通過が困難になる。また、二軸であっても、固定された状態でその間隔、固定軸距が長くなると、理想的には、 輪軸がレールと直角になるべきところ、その角度のずれ、アタック角が大きくなるため、走行抵抗が大きくなり、曲線通過が困難になる。ボギー台車は曲線に追従して回転できるため、曲線の通過が容易となる。また、乗り心地や走行性能についても、縦の容動をボギーの二軸間で一旦平準化するので揺れが少なくなり、バネ装置を二段階にできる点でも、 固定軸車に比べて有利である。バネ装置を台車構造の内部で完結する構造としたものが多く、車体と台車の機能の切り離しが行われる形になっていたが、近年は枕バネ、口実を車体との間に持たせる形のものが増えている。特に古い機関車の台車については、旅客車のボギー会社とは大きく異なるものが用いられた。これについては、 機関車の台車を参照されたい。台車の役割は次のようなものである。この内バネ機能と回転機能の概要をお寿しすると、右の通りで、バネ機能は一般に2種類のバネで分担される。機関車で特に休憩のものは、旅客車のボギー台車とは、様相が大きく異なる。蒸気機関車の場合、道輪は軸バネを介して台枠に直接取り付けられるが、先は、 重輪で大枠に対して回転可能なものは仙台車、受台車と呼ばれる。国鉄では形式に LT を付する。これらのうち、二軸で心皿、口術を中心に回転するものは、ボギー台車の一種である。元来、旅客車のボギー台車は、歴史的には、蒸気機関車のそれに習ったものである。鉄道車両の台車し、ボギー台車の誕生を参照。 これに対して一軸のものは一般に外の一点を中心に回転して、動輪との位置関係でカーブに沿うようにされている。また、日本では、アジュー系以降の電気機関車は、頑丈な台枠を持つ車体に連結器が取り付けられ、ボギー台車で駆動する形であるが、それ以前の旧系電気機関車は、蒸気機関車と同様の台車枠、台枠に動輪が付けられ、 連結器はその台車枠に設けられていた。多くの場合、蒸気機関車と同様に先台車が設けられるが、これに対して、同輪の部分の台車は、主台車と呼ばれ、国鉄では形式に HT オフする。また、多くの形式は、前後の台車が中央で、中間連結器と呼ばれる、連結器によって連結され、牽引力も、この連結器を介して伝達する形になっていた。先台車は、 主題車の先端にさらに回転するように取り付けられ、カーブでガイドする役割を担った。6道軸を持つ F 型機関車で2軸、ボギー来車3組を用いるものは、カーブを曲がるときに線路への大圧が大きくならないよう、中間台車が横動しやすい特殊な構造が用いられる。動輪のない中間台車が軸重調整のために設けられる場合もある。 また固定した三軸ボギー台車とすると、中央の軸の大圧が大きくなるので、で重系ディーゼル機関車などでは一軸ごとに、稼働の特殊型が用いられている。古いタイプの機関車には、三軸台車も多く用いられ、うち二軸のみ動輪など、様々なタイプがあった。多くの旅客車で使用されている台車では、おおむね渦の、ようになっている。通常一では、回転機構と、車体、 台車は区間の上下、左右道を受けるバネと、その振動を減衰させる、ダンパーの機構。3では、軸箱、台車は区間の上下道を受けるバネ及びダンパーの、機構を設ける。1を、車体支持装置、3を軸箱支持装置と呼ぶ。両者は、多くの種類が考案、実用化されてきた。なお、車体支持装置には一般に、前後の牽引力を伝達する装置も組み込まれる。また、 列車を止める制動装置、ブレーキや動力台車では、駆動装置が搭載される。台車の前後方向は固定され、車体と台車の間の牽引力、ブレーキ力を伝達する。なお前後、左右はそれぞれ列車の進行方向と、それに直行する枕木方向。上下は垂直方向とし、回転はこの垂直軸の周りの回転とする。輪軸が、 レールに沿って進行するため、基本的に左右方向の動きが拘束され、車体の揺れや曲線で生じる左右の相対移動を、台車が大きく負担、吸収すること、操打のために自ら回転させる必要がないことが、自動車のサスペンションと大きく異なる点として挙げられる。渦のように模識的に車体バネ輪軸が垂直に並んでいるとして、レールにより上下動が生じた状態では、 一般には、バネより、下の重量が軽いほど、車輪が容易にレールに追随することになり、またバネを介して車体に与える振動衝撃も少なく、なる。一般には、鉄道車両の台車では、通常台車枠と軸箱間にある、軸バネの下に相当する。また、軸箱以下のバネ下重量ほどではないが、軸バネと枕バネの間、つまり、台車枠などの質量も、 軽いことが望ましく、バネ下重量とバネ管重量の軽量化には様々な工夫がされてきた。主要な車体指示機構ごとに、車体と台車枠の間で荷重を伝達する構成要素を右表に示す。略語はそれぞれ次の運動を行うことを示す。車体と台車、具体的には台車枠との間の相対運動に関して枕バネは上下や 左右方向の運動を吸収するが、前後方向については、相対的に固定して、輪軸と車体の間に生じる前後方向の力、すなわち牽引力やブレーキ力を伝達する必要がある。なお輪軸と、台車枠との間の伝達は、下記の軸箱指示装置が行う。スイングハンガー方式、インダイレクトマウント方式においては、車体と上揺れ枕、 または枕針、ボルスタの間は心皿、中心ピンで伝達されるが、そこから、台車枠の間には、枕羽根が介在する。またダイレクトマウント方式においては、車体とボルスタの間に、ボルスタレス台車では、車体と台車枠の間に、枕羽根が介在する。しかし枕羽根は一般に、横方向の剛成が低く、力の伝達には適しない。 そのため以下のように様々な方式が用いられてきた。ダンパーの種類には次のようなものがある。台車枠とは、車体支持装置と軸箱支持装置の中間に位置する構造物を指す。車体重量を均等に、各車輪に配分し、各輪軸を平行に保つ。イコライザーのない台車では、イコライザーの作用も分担するが、三軸ボギーでは正しく釣り合い張りの作用にはならない。 台車を進行方向に置いてみた場合、両側に縦に側量があり、横に横張りでそれらを結合する。横向きの量の本数や形態は種類により様々で、端部に設けられる橋量があることもある。車輪は一般に両側の側張りの内側に位置する、下記インサイドフレームの場合は外側になる。軸は支持装置の荷重は、側張りの真下からかかるのが望ましいが、 国鉄 TR10 型など、イコライザー台車では、構造上釣り合いバネの中心が、側張りの中心とずれることもあり、これを解消するためイコライザーを、側張りの内外に設けるなどの策も取られる。その他、手伝動機やブレーキなど様々な装置を取り付けるためにも用いられる。台車枠の構造としては、古くは、蛍光や板材を、リベット締結により組み立てる構造。 芋のを使用した構造、プレス成形された鋼材を溶接組み立てする構造などがある。上から見ると H の形をしているのが特徴であり、レールと平行で左右外側に位置する2本の側両と、この側梁をつなぐ中心部の大量から構成される。軸箱支持装置とは、輪軸、軸箱を台車枠に対して保持する機構、装置のことを指す。 軸箱を上下にコイルバネなどを介して十分に稼働できるようにする一方、前後、左右には固く支持する。一般に高速安定性を重視するもの、新幹線用などは前後をより固く、曲線通過性を重視するものは前後をやや柔らかく支持する。また一台車中の前後の車軸をレールに直角になる、要積極的に操舵させる構造の台車もある。 前述のように、車体指示装置が、車体、台車枠間の変異を受けるのに対し、軸箱指示装置は、台車枠と、各軸箱に軸ボギーでは4つ間の変異を受け、軌道不正、レール継ぎ目、カーブ入り口などで前後輪の高さが違ったり4輪が、同一平面から外れたりする場合には、まずその変異を受けることになる。なお枕バネと軸バネの分担関係については、 鉄道車両の台車誌も参照。以前は、上下の案内にスライドレールの役割をする軸、箱盛り、ペデスタルを設けて軸箱を滑らせ台車枠との間に、軸バネを介する方式や、バネ指示にイコライザーを介して軸箱を支える方式が多く、用られたが、軸箱盛りが摩耗すると、騒音やだ行動が発生しやすくなり、強度の摩擦部分のため保守に手がかかる問題があった。 その後軸箱盛りを用いず、上下案内とバネ指示を上下にたわむ、光合成の板根で行うものや、リンクを用いるものなど、様々な形が出てきている。常述の通り、極めて多岐にわたるため、構造の詳細は、可能な場合代表的な形式を挙げて、それへのリンクを持って変える。比較的古い様式の軸箱指示方式。 口術のイコライザー式でも一般に軸箱の案内には軸箱盛りを用いるが、軸箱盛り式、ペデスタル式と称するときには、イコライザーを用いない方式の中での名称と手使うことがしばしばある。ただ、軸箱盛りと軸箱の間にすり板を設ける必要があるため、定期的にすり板の交換が必要である。その中でもバネの種類や配置により、種類が分かれる。 釣り合い良識とも言う。以前、国鉄では昭和初期まで、大手私鉄では1950年頃までの台車に多く用いられたもので、アメリカではかなり後年まで多用、一般に軸箱盛り式、ペデスタル式の一種である。国鉄 TR10 型などでは釣り合い針は、側枠から伝えられた、車体荷重を弓型の巨大な針で前後、速報視点では、 左右に置かれた二組の釣り合いバネとバレるコイルバネを返して受け止め、その両端に設けられた軸箱に伝える役割を果たす。重い釣り合い量がバネした重量となる点では軌道保守上不利であるが軌道の不正による各車輪の上下による荷重の不均等に即座に対応できるため軌道条件の悪い路線では台車悪への負担や追従性の面で有利になる。 イコライザーのないタイプでは、台車枠がイコライザーの代理をすることになるが、劣悪な軌道では負担もある。鉄道車両で使用されるブレーキ装置は、多種多様なものがあるが、ここでは、台車に搭載され、空気圧や油圧によって生じた力を、テコ気候により増幅し、車輪やブレーキディスクに摩擦機械的なブレーキ力を伝えて、臨時を抑止する基礎ブレーキ装置について説明する。 セーリンが車輪の踏み面を抑える踏み面ブレーキ式とセーリンが輪軸に搭載されるブレーキディスクを抑えるディスクブレーキ式がある。電車の動力源による回転力を輪軸へ伝える装置を駆動装置と呼ぶ。軸箱組み立てとは軸受けと車軸が収められているところであり、車体の荷重を枕羽根と台車枠から軸箱指示装置を介して受け取り、 また車輪で発生した駆動力を軸箱指示装置を介して、台車枠に伝え、さらに、心皿、中心ピン、枕量、ボルスタボルスタ安価を介するかまたは牽引装置を介して車体に伝える部分である。単に軸箱とも呼ぶ。基本構成要素は、軸箱からだと、軸受け。輪軸とは、車輪と車軸を組み立てたもので、駆動装置による動力が伝えられ。 レールを走行する部分である。その他の台車に装備される装置類としては以下のようなものがある。ソーダ台車は輪軸ソーダ機構により輪軸の方向を変えて曲線をスムーズに通過できるようにした台車である。普通の台車は車体に対して回転することにより曲線区間を滑らかに通過することができるが、それでもなお一台車の二輪軸は一定間隔。 ホイールベースを保って平行に指示されているため、輪軸とレールが完全に直角にはならず、車輪とレールとの間にアタック角、攻撃角とも、レールの円弧の接線と車輪の進行方向のなす角度が発生して、車輪のフランジやレールを摩耗させるだけでなく騒音、キシリ音やゴロゴロ音を発生させる。もし、 各々の車軸の延長線が、レールの曲線の中心、曲線半径の中心を通るように変異させることが、できれば、アタック角が0となり、車輪のフランジやレールの摩耗が一層少なくなり、騒音の発生を得、さらにスムーズに通過することができるようになる。このため、短大車において、二つの輪軸のそれぞれ左右に備わる、軸箱を、クロスアンカーリンクでタスキ,ガキに結合し、 台車枠と軸箱の位置関係を可変させることで、曲線通過時の応圧低減を目指す、ラール台車が研究開発されるなど、比較的早期から自己相談のアイデアは注目されていた。だが、この方式は、ラジアル台車の機構を、ボギー台車に応用して1 9七十年代に実用化された、南アフリカの知っている大社などを含め、一般に軸箱の前後方向の支持合成を、 意図的に低下させることになる。この点は1980年代にカナダのバンクーバーで実用化されたスカイトレイン用マーキーのソーダリンク方式でも同様で、高速走行時には指示合成が決定的に不足し、多行動が発生しやすくなるという致命的な弱点を抱えていた。そのため、一台車の中で完結する自己ソーダ機構を高速鉄道向けとして実現するに、 当たっては、直進時の軸箱について、前後指示合成の確保と、曲線通過時の前後指示合成低減による操打性能の確保等を、矛盾した要素の両立が強く求められた。さらに、日本では、自然振り越し機車両の導入の本格化に伴い、曲線区間での大圧の軽減が、軌道保守の観点から、特に強く要求されるようになり、 自然振り子式と組み合わせることを主眼とした自己相打台車の研究開発が本格化した。この点についてある程度解決が見られるようになったのは1980年代中盤に入って以降のことで、まず1986年に日本の国鉄が DT-953 型台車として制御付き自然振り子と同様に軌道の曲線情報をあらかじめ制御装置に記録し、 ATS 地上市による位置情報と速度情報から曲線侵入を検知、油圧により強制事故相談を行うという方式を開発381軽電車に装着して本線走行試験が行われた。この方式は直ちに実用化されることはなかったが、こうした実験データの蓄積とその後の研究の進展で一台車に二組ずつ備わる臨時区のいずれか、 一方の軸箱と台車枠の水平面における位置関係を定めとし、一方のみを相談可能とすることで曲線と直線の双方での特性の両立が可能な見通しが立ち、1990年代以降、JR 東海の383系電車を川切りに日本の JR 各社を中心に制御付き自然振り子車と見合わせる形で自己相談台車を導入するケースが増えている。 このほか、リニアモーター地下鉄の車両ではその構造上、一般的な回転式電動機と駆動装置の接合部が不要であることから、操舵機構を用いた台車が採用されており、軸箱に積層ゴムを用いることで、自己操舵機構を持つ台車が使用されている。現在実用化されているのは、以下の各種である、マキシマムトラクション台車は二軸ボギー台車の車輪形を前後で違えて、 同輪となる一方を体系とし、心ざら位置をも同軸側に変異させた構造で粘着力の強化を図った台車である。軌動車用の一軸駆動の二軸ボギー台車の車体支持装置を軸間中央ではなく同軸側に偏らせることにより同軸にかかる軸重を増大させ粘着性能を向上させた台車。1930年代の日本の車両技術では 実用的な一台車二軸駆動や二個、エンジン連動制御が開発できなかったため起動車の走行性能確保のため変身台車や変ボギー車が開発された。マキシマムトラクション台車も変身台車の一種であるが、起動車用の変身台車は日本独自のものとされ、日本車両製造が製造した大隅鉄道を向け、起動車を講師とする。 採用者の多くは1930年代製だが、一台車、一時駆動のままで、一定の粘着性能が確保できることから戦後製の、機動車にもだいぶ交通や遊園鉄道をはじめ、いくつかの私鉄、第三セクター向け機動車で採用例あり、2015年の時点での、日本国内における最終製造事例は1988年製造の、百合高原鉄道 R1000 系。 アーセン新潟鉄工所制となる。通常、鉄道車両の形式名とは別に、台車に対しても形式名が付与される。国鉄では、1929年に実施された台車の形式称号の整理に基づき、ボギー台車を TR の後に形式ごとに数字をつけて呼んでいたが、1949年に実施された台車形式命名基準改正により、 動力台車については DT と数字の形式に改めた。TR はトラックの略であるが MT は主電動機の形式に使われていたため電動の D を付して DT とした。私鉄用の台車はメーカーの形式をそのまま使うことが多いが鉄道事業者で独自につけることもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。